今回はこちらの髪飾りを作っていきます。白下道具です。ハサミ、ピンセット、木工用ボンド、爪楊枝とグルーガンとグルースティックです。でこちらはダイソーで購入しました。使用した材料です。メタリックビーズ、ヘアクリップ、ちりめん風の貼れる布、赤、白、ちりめん風歯切れの緑で、フェルト生地で、こちら水引きです。で、ヘアクリップだけがセリアのもので、あとはダイソーで購入しました。生地の切り方です。 4×5cm で6枚、 4cm 角で15枚、 2.5cm 角で15枚、 1×4cm 角で1枚、 1×20cm で 2枚、 3×4cm で4枚、 1×20cm で4本切っておきます。直径2センチで3枚、直径 2.5 センチ3枚、直径4センチで4枚、直径6センチで3枚、10センチ角で1枚、8センチ角で1枚切っておきます。はい、作っていきます。まず白い1センチ ×4 センチの生地をこう半分に折っていきます。折ったら剥離紙を剥がして、でこういうふうにくっつけていきます。でこれ1本が20センチあるので、5センチずつにしたいので4分の1にします。で全部こういう風にしておきます。はい、で4センチ角の生地を剥離紙を剥がして三角に半分に折ります。はい、でこの白い生地をここに貼り付けていきます。輪が上に来るようにしてここに貼り付けます。はい、でくっついたら半分に折ります。でピンセットを通してこの白いところの境目にピンセットの先を持ってきます。ここを内側に折って前に持ってきます。はい、でこの真ん中の短いところに合わせて切ります。で後ろもここからここまでの高さの半分ぐらいから先端に向かって切ります。でこことこことここにボンドを塗って閉じます。同じように花びらを15枚作っていきます。はい、花びらが5枚できました。で今回はすでに2つあるので1つだけ作っていきます。ここまでできたら直径 2.5 センチのフェルトに花びらをくっつけていきます。花びらの横にもボンドを塗ってフェルトの上に置いていきます。
でメタリックビーズをここに並べていきます。ビーズにボンドをつけて一つずつ並べていきます。こんな風に3つとも仕上げます、はい、で次は 2.5 センチ角のお花です。同じように三角に折って三角に折って輪から入れて後ろから開きます。高さの半分ぐらいのところから先端に向かって切ります。で同じようにこことここにボンドを塗って閉じます。こんな風に15枚作っておきます。はい、5枚できました。でこちらもすでに2つあるのでお花1個だけ作っていきます。直径2センチのフェルトにこちらをくっつけていきます。下がりも1本は作ってあるのでもう1本を作っていきます。でこちらも半分に折って剥離紙から剥がしてでこのぐらいの細さに切ります。だいたいこれの半分ぐらいに切っていきます。はい、切れました。で、花びらを作っていきます。まず白い生地は4センチ×3センチで切ってあります。下から1.5 センチまでを切り込み入れて、あとはこんな感じの山になるように切ります。向かって左側を必ず切るようにしてください。で赤い方は下から2センチまで切り込みを入れて、あとは同じように山になるように切ります。はい、切り終わりました。でこれ剥離紙から剥がして、裏にします。でここに山がある状態でこことここをくっつけます。で三角に折ります。はい、でここをつまんでこれを後ろに持っていきます。で輪になった方からピンセットを入れて後ろから開きます。この部分にボンドを少しだけつけます。少しつけたらこの山の部分、山を手前に倒して閉じてやります。はい、でこれを内側に押し込んで花びらを開きます。はい、こんな風にすべて花びらにしていきます。はい、すべて終わりました。でこれをこの紐の上につけていきます。
何かの上に置いていただいて、すでに作ったものと同じ間隔につけたいので横に置いてこう合わせてつけていきます。で、大体、この間が1センチぐらいになるようにつけてあります。つけていきます。紐のくるあたりにモンドをまっすぐ塗ります。で、上にポンと置いてつけていきます。はい、つきました。はい、で、ここまでできたら、ここのテープの粘着力が弱くなって開いてきてしまうことがあるので、ここに補強するために輪じゃない方に少しずつボンドを塗っておくといいかと思います。はい、じゃあこれはこのまま乾かしておきます。